スリングショットスリングショットとは、Y 字型のサオをはじめとする枠構造にゴム紐を貼ってあり、玉とゴム紐を一緒につまんで引っ張り手を離すと、玉が飛んでいく仕組みの道具。武器や両具の一種で、工場兵器などの大型のものは、カタパルト、玩具としての簡易なものは、パチンコとも呼ばれる。腕当てで固定し、握りから角上に出る2本の棒にゴムを取り付けたもので、 人力をもって引き伸ばし、その反動によって、金属製の玉または小石等を発射させる機能を有する構造が一般的である。日本では野生動物の追い払い、威嚇、防犯目的で販売されたり、子供向け玩具として販売されたりするが、威力次第では、青少年条例の規制を受けることがあり、奈良県では発射した弾丸の威力が 0.05kgfm。 センチメートル以上のものが規制されている。スリングショットは、牽引されたゴム紐に蓄えられた弾性エネルギーの大部分を弾の運動エネルギーに変換し発射する。用途や求められる威力によって様々な形状があり、玩具としての簡易なものでは前述の通り Y 字型の、竿の上両端にゴムを合い付け、その中央に弾を保持する構造を持っているが、強い牽引力でも安定して支えられるよう、 手首側に支えがある強力なものも製品として出回っている。最近では玉を持つところに磁石がついていて、複数の小さな玉を発射できる工夫が施されたものもある。玉は必要十分な重さと大きさであれば、石やどんぐりなどの好み、金属球など材質を問わない。なお、壁面や岩など硬い的への衝突時に粉々に砕けて離れた場所からでも、 命中箇所が確認しやすいものも販売されている。銃外対策として、スリングショットの利用が広く見られる。また、対人用の武器として、昭和天皇パチンコ狙撃事件や、安保闘争で用いられたほか、悪質ないたずらにも用いられる。また、海外の大規模デモ報道の、投石という表現に、スリングショットを使った攻撃も含まれるとする見解がある。 海外でもスリングショットを用いた悪質ないたずらが発生している。スリングショットによる量は、鳥獣保護法では規定されておらず、飼料免許を必要としない、自由量具を用いた量に分類される。飼料免許を必要としないとはいえ、鳥獣の保護及び管理並びに、飼料の適正化に関する法律第11条に、のっ取り、量器、量場、 狩猟対象の動物の種類や数などについて法令を遵守する必要があり、地域によっては条例による規制を受けるため、事前に自治体に確認することが望ましい。ありがとうございます。